皆バイクに乗ります。ニャピの当日は人は出かけてはいけません。騒いではいけません。皆さんこんにちは、 TSJ バリスタのリジアです。今回の動画は皆さんがバリで旅行するときに注意した方が良い5つのことをお話ししたいと思います。1つ目、インドネシアバリ島のバイクは多すぎる。ルールは日本と同じで歩行者が優先ですが、バリの道路は狭くて結構歩行者のギリギリを通ります。別に怒っているわけではないんですが、クラクションをプツに鳴らして通ります。どけてくださいという意味が多いです。バリのバイクは 120cc からなんで結構スピードが出せます。バリ人はバイク価格で近いところにいてもみんなバイクに乗ります。皆さんは道路を渡るとき停止後でちょっと渡らせてくださいと安全距離からすればみんな優しいので止まってくれます。さっき言った通り道路が狭いので自転車に乗るのが難しいです。歩ける距離なら歩いた方が良いし、ちょっと遠いならバリの南側はメタタクシーはあちこち見つかります。皆さんはバリで道路を渡るとき必ず気をつけてください。2つ目、ニャピの日は飛行機も飛ばない。バリ島ではニャピという1日飛行機も飛べない日があります。ニャピは静かという意味で、サカレキに従ってヒンドゥー教の新年であります。毎年だいたい3月に当たります。ニャピ前日はバリの各村の交差点でお昼の12時から大きな儀式をやりますので、その時道路もあちこちつく止めされます。そして夕方になりますと、おごうごうという悪魔を表している大きな人形を出してきます。その時完全に道路が取れなくなります。ニャピ近くの日程でバリ島に旅行しに来るなら、ニャピ前日の12時前の飛行機で到着した方が良いです。ニャピの当日は人は出かけてはいけません。騒いではいけません。もちろんバイク、車、飛行機1台も午前6時から次日の午前6時まで出てないです。夜は電気をあまり使えないのでとても静かで星もすごく綺麗です。そのためわざわざニャピを体験しに来るお客様も多いですよ。その日1日ホテル内で過ごすことになります。それで3月バリ島に来られる方はニャピと当たるかどうか旅行会社の方に問い合わせくださいね。3つ目、トイレにトイレットペーパーがない。日本の方はトイレに 100% トイレットペーパーがある認識なのでびっくりするかもしれません。皆さんは観光するときや外出するときは少しトイレットペーパーをカバンの中に入れておいた方が良いです。まあ最近は管理人がいる公衆トイレも多いので利用するときに20から50円ぐらい払えばちゃんと受け入れでトイレットペーパーもあるトイレを使うことができます。4つ目、お店のレジで袋はもらえない。バリはプラスチックゴミがだんだん大きな問題となっています。去年からスーパー、お店でお買い物するときビニール袋を渡さなくなりました。みんな必ずマイバッグを持って買い物をします。ない方はレジでホテを買いますが、 TSJ バリでは一人様にホテ特典があります。最後5つ目、外出するときは現金が必要。小さいロカルのお店とか市場でカードが使えなかったり、
カードを使える最低金額が設定されたりするので、現金がないと困りますね。バリは両替所がたくさんありますが、変な両替所もたくさんあるので、両替されるときにちゃんと外観から安心できる両替所にいた方が良いですね。DSJバリでは、空港の両替所よりお得な両替サービスもしますので、日本でお申し込むときに両替される金額を言っていただければ、ここでお迎えするガイドにその日のルピアのレートと計算してお渡しします。それでしたら両替所に立ち寄る必要もなくご安心できるかと思います。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。この動画はためになったなと思った方はグッドのボタンとチャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。Sampai jumpa lagi.